旬の食材をイタリアンに。レストランゾーナイタリアの道浜誠二さんの登場です。道浜さん、よろしくお願いします。お願いします。今週のテーマは暑さ吹き飛ぶひんやりレシピ。今日はこちらを教えていただきます。夏野菜の冷製パスタ。もうすごくさっぱりしていて食も進むパスタですけど。そうですね、今日はこのソースがとっても気軽にできるんですよね。あ、もうすぐ簡単にできちゃいます。はい、本格的な味わいです。ぜひ皆さんも参考にされてみてください。はい、それではクッキングスタートです。じゃあまず今日夏野菜、きゅうりですね。はい、はい、夏野菜代表ですね。そうですね。これちょっとまあヘタを取ってもらって、はい、まあ、大体このぐらいの大きさにこう、はい、うん、切るんですけど、はい、で今日はちょっとあの種を使わないので、こうしてちょっと種の周りをこうして、ああ、きゅうりの種を今日は使わない。はい、ちょっとあのちょっとまあ青臭い部分もやっぱ種ってありますし、やっぱちょっと水分もすごく出てくるんで、はい、あの今日は種使わずにこの周りをこうスライスして。種なしの千切りができるんですね。そうです。これだから真ん中の部分を切らないようにするんですよね。はい、こういう風に取って、はい、でまあ、真ん中はね、また後から酢の物とか、いろいろ使ってもらったらいいと思います。はい、こんな感じでこうスライスした後に、はい、でさっとねこれをねあの水にさらしてください。はい、で今日はねさらしたものがはいこちらあります。はい、こんな感じでちょっとねさらしたらパリッとするんですけど、はい、はい、見るからに違いますね。ちょっとパリパリっとするんですよ ね、 そうですね、食感よく、はい、食感大事ですもんね。で次にですね、はい、あのオクラ、あ、オクラ、これちょっともうあらかじめあの茹でてあります、1分ぐらい、はい、うん、じゃこれをですねちょっとこれもヘタ取ってもらって、ちょっとオクラは種を使ってもいいですか。オクラは大丈夫です。ちょっと種に敏感になってますね。オクラはあのちょっと種を使わないと、このオクラ独特の粘りが後で大事なんで。結構細かく切るんですね。そうですね、ちょっとこうちっちゃめにみじん切りというか、こんな感じでしていきます。実は今日はこのオクラもソースを作る上でのポイントになるんですね。そうですね、大事ですね、はい、この切り方することあんまりないですもんね。輪切りは多いですけどね。オクラがないと今日ちょっとできないです、はい、とっても大切な役割を持ってます、はい、この後またご紹介します。はい、じゃあこんな感じですね、はい、そしてですね焼きナス、これもあの焼いてもらって皮を取ったものですね。はい、じゃあこちらですね。あ、美味しそう。 50g、 このまま食べてもいいですけどね。このままね、生姜とポン酢いただければもう、あ、もう何も入れない、何も、あ、いいですね。いいですね。何にでも使えますよね、そう考えると。今日はもうパスタにしちゃいます。はい、はい、こんな感じで。このナスもいい味わいを出すんです、パスタの中で。そうですね、ちょっとこう香ばしい風味が出てくるんですよね、はい、夏野菜オールスターズっていう感じ。もうそうですね、ね、本当に夏野菜オールスターですね、はい、そしてみょうがですね。みょうがです。みょうがもいりますね、うん、こちらもスライスして、こちらはちょっとあの流水で辛みを抜くの 2,3 分ほどさらしてください。はい、今日は 20g ほど使います、はい、じゃあ今日は、あ、はい、今日は麺ですね。こちらフェデリーニという、はい、フェデリーニ、はい、冷製パスタなんでスパゲティよりちょっと細いやつで、まあ、ちょっと 1.4 ミリなんですけど、もうちょっと細いのでカペリーニってあるんですけど、あ、聞いたことあります。それの間ぐらいです、スパゲティと。へえ、ちょっと太めのやつです。カペリーニ、フェデリーニ、スパゲッ ティ、その先はスパゲットーニとか。スパゲットーニ、ちょっと 1.9 ミリとか 2.1 ミリとかあるんですけど。へえ、フェットチーネはまた違います。まあ、あのちょっと薄い、あ、平べったい、平打ち麺で。全部サッカー選手みたいですね、お前。そうですね、足が速そうですよね。今日フェデリーニ、今日はフェデリーニで、はい、中盤の選手っぽい。はい、じゃあこちらをですね、はい、お塩の入ったお湯で入れていきます。はい、お湯に対して 1% のお塩入れていきます、はい、で今日はですね、はい、あの冷製パスタなんで、後でまたあの氷水で締めるんで、あの標準の茹で時間ですよね、はい、大体あれよりちょっと長めに、だいたい普通のパスタだったらよりちょっと短めでいいんですけど、それよりもやっぱ30秒から1分の間ぐらいですね、ちょっと長めに茹でてください。今日じゃあ袋の裏側に書いてある茹で時間よりもちょっと長めに30秒とか1分とか、はい、30秒とか、はい、少し長めに。だから大丈夫だと思います。わかりました。はい、じゃあその間にちょっと、はい、ソースを、そうです、ソース、はい、はい、作っていきましょう。じゃあオリーブオイルですね、はい、10ミリリットルです、はい、そしてここに
にんにくのみじん切りですね。はい、にんにくのみじん切りが 2g 入りました、はい、じゃあこれでちょっと香り出していきます。はい、今日は本当このソース、私も先ほどリハーサルでいただいたんですけど、はい、もうすっごくこうさっぱりしてて、そうですね、本格的なんですよね、味わいも。なんか普段ね、あのトマトソースとかってよく使うんですけど、まあ、今日はちょっと冷製パスタなんで、冷製用にちょっとソースをね、はい、作ろうかなと。そう、トマトの味わいもちゃんとしますしね。あ、そうしてるうちにちょっとニンニクが、いい感じに。やっぱニンニクもちょっとね、こう食欲誘ってくるんでね、夏のね、香りと欠かせませんよね。あ、もうなんかもうすっごいニンニクのいい香りがしてきました。しっかり炒めた方がいいんですね。そうですね、ちょっとあの、まあこう全体が色づく手前ぐらいまでは、ちょっと香りが立ってきて色が変わってきたなっていうぐらいまでは、まず炒めていきます。はい、はい、作ってる最中にも食欲が湧いてきますもんねお腹が減ってきます、ね、はい、じゃあここにですね、これがいったら今日はトマトジュース、はい、トマトジュース 40ml です。はい、そしてちょっとブイヨンですね。はい、チキンブイヨンが 20ml。 はい、今日は、ね、このトマトジュースを使って、はい、普段はね、なんかホールトマトとか、はいはい、うん、そういうのを使うんですけど、はい、今日はちょっとさっぱりとするのにトマトジュースを使います、はい、でここでもうさっと一煮立ち、はい、にしてもらったら、もう一煮立ちしたら、あ、もう大丈夫です、止めていいんですね、はい、でもうこうやって、あ、いい香り、ボウルに移してもらって、これをしっかりと冷ましてください、はい、粗熱を取って、はい、わかりました、まあ、冷蔵庫もしくはあの冷やした氷の上とかで、はい、で粗熱を取って冷やしたものがこちらです、はい、ですね、はい、ちょっと色も違いますね。そうですね、冷めてきたらちょっとこう深くなってきますよね、はい、じゃちょっとだけ味見してみよう。いいですか、いいですよ、すいません、もうスプーン持ってました、スプーン持ってました、すいません、あ、しっかり冷えてます、いただきます。あ、おいしい。何回舐めるんですか。おいしい。あ、うん、普通のトマトを使うよりもトマトジュースを使ってるので、ちょっとこう爽やか、さっぱりしてますよね。はい、うん、さっぱりしてます。やっぱ冷たくてもこうあんまりこうなんていう、固まってこないっていうか、はい、さっぱりとしてくるんで、うん、夏には本当にぴったりです。はい、はい、続いてソースと、ね、合わせていきますね。じゃあちょっとこのままソース作っていきましょうか。そうですね、はい、はい、じゃあこれこちら大きいボウルへね、はい、します。よし、はい、先ほど冷やしたトマトのソースを入れました。じゃあここにですね、オリーブオイル、オリーブオイルが 20ml、うん、ここで改めて入れます、はい、そしてちょっとね、締めるのにレモン汁をこうギュッと絞ってもらって、アクセントになりそうですね。はい、でそこで先ほど切ってた野菜ですね、はい、焼きなす、はい、はい、すいません、はい、もうここでソースを野菜と合わせていくんですね。はい、回していきます。で、キュウリですね、キュウリです、たっぷりです、キュウリも、はい、そしてみょうがですね、はい、よいしょ、これでも結構本当に具沢山の、そうですね、ソースですよね。はい、もうこれで合わせたら、はい、よいしょ、うん、最後、はい、さっきの、あ、オクラ、ポイントのオクラです、入れます。そうなんです、これオクラがポイントなのはなんでなんですか。これでオクラこうやって入れると、今サラサラしてたじゃないですかソースが、はい、これがちょっとこうしっかりとオクラのあれで粘りが出てきて、うん、パスタとよく絡んでくれるんです、これで。うーん、だからオクラの粘りがあることによってソースとパスタがよく絡む、つなげてくれるんですよね。橋渡し役になってくれるんですね。そうなんですよ。なんでこれでちょっとこう混ぜていくと、はい、オクラの粘りが出てくるんで、はい、しっかりとソースがちょっととろっとしてくるんですよね。そうですよね、さっきサラサラでしたけど、とろみが出てくる、今とろみが本当に出てます。オクラ1本ですけど全然違うんですね。もう全然違いますね。もう本当にその役割がすごくしてくれるんで、はい、とっても大事です。じゃあここまで合わせたら、はい、ちょっとこう冷ましておきます。そうですね、氷水で冷まします。はい、じゃあちょっとね、イカを切ります。はい、今日刺身、お、ここでイカ登場。はい、これ刺身用のちょっとね、今日イカなんですけど、ええ、かな、まあ、切り方はね、あの、どうでも大丈夫です。あ、でもちょっと一口大にこうして、ええ、切っていきます。斜めに、やっぱこれはイカが、
なんかイカちょっとなんかオクラとか合いそうじゃないですか、キュウリとか。あーそうですね、ナスとか、なんかエビとか。もうエビでも全然いいですし、もうイカが、アジでもいいです。あアジでもいいですよね、何でもいいです。でもで、ね、イカなんかちょっと合いそうじゃないですか。そうですね、夏らしいですよね僕もイカだと思いますね。イカですかね、やっぱり。でも本当何でも合うと思います。シーフードが入ると違いますよね、はい、でここにねちょっとね軽くお塩と、はい、ちょっとオイルを。あこれだけでも美味しそう。でこれで下味をねちょっとつけておきます。はい、うん、はい、そしてねちょっとあえて置いておきます。よし、はい、はい、じゃあパスタがね揚げていきますね。はい、どうでしょうかパスタ。多分大丈夫だと思います。ちょっとねこう、あ長いかなっていうぐらいなんですよね、この揚げた時。あ確かにちょっと、あ柔らかそうな、うん、ちょっと柔らかそうかなって感じですよね。へー、それでこう氷水締めちゃうとちょうどよくなるんで、はい、うんうん、はい、ここでしっかりね、はい、でここちょっと手際よく、はい、手際よく冷ましますこれ、はい、ここはスピード勝負ですか。です、なるべくこの冷水につけすぎないように、はい、ポイントなんですけど、つけすぎると、せっかくこう茹でてお塩も入れて入った味が全部抜けちゃうんで、あそのパスタの味を抜けないようにもう冷めたらすぐ揚げる、はい、しっかり水気を切った方がいいですね。そうですね、ここでしっかりと、やっぱりソースせっかく合わせたんで、はい、余分な水分をあんまり入れたくないんで、ここでしっかりと水分を切ります。なるほど、はいはいはい、さあそしてちょっと待ってくださいね、きれいにしますね、はい、このあたり、すいません、はい、じゃあおしょう、はい、はい、すいません、はい、じゃあここ入れますね。ここで氷水につけて冷ましておいたソースと一緒に、はい、ここで合わせましょう、はい、じゃあここでねちょっと最後に調整でお塩をちょっと入れてもらって、はい、あとはお好みでお塩を ね、 うん、合わせてください、はい、いやでも確かにこう本当に見た目にもよく絡んでるのが分かりますね。そうですよね、すごいさっきまでのソースとは違った感じで美味しそう、ちょっとこうパスタに薄い赤色がついていくのがまたいいですね。楽しいです。ちょっと味見しますね、はい、いいですね今日もいいすすり音、かっこいい、道幅さんの味見美味しそうなんですよねもうちょっと塩、もう少し塩が入ります、はい、あレモンもちょっと絞って微調整ですね、はい、じゃあこれで混ぜたら盛り付けます。はい、いよいよ盛り付けです。はい、ちょっとお皿持ちます、ね、はい、まずはパスタから。まずはパスタ。この盛り付けもね難しいんですよね。高さが大事ですか、真ん中に向けて。まあ真ん中にこうちょっと山になるように持ったら、はい、大丈夫です、そしてこのソースをね、はい、そうですね、たっぷりかけてもらって、はい、うわー美味しそう。はい、で先ほど合わせたイカですね、はい、これはちょっとここに乗るんだ、これちょっとあえちゃうとどうしてもちょっとイカの味がまたこう全体のソースの味になっちゃうんで、はい、あえてちょっと別にこうして最後にもう仕上げみたいな形、食べるときに一緒に混ぜてもらって、で最後にちょっとね大葉を。最高です。これバジルとかじゃなくて大葉なんですねそうですね、バジルでもいいんですけど、はい、ちょっとまあ大葉の方が美味しいかなと今回は。イカと大葉最高です間違いない、夏らしい一品になりました、はい、こちらで、はい、夏野菜の冷製パスタ完成です。さあそれでは今日の料理をおさらいしておきましょう。材料はご覧のようになっています。今日はフェデリーニというパスタで冷たい一品を作りました。トマトジュースをベースにニンニクの香りをつけて冷やしてパスタソースにしています。手軽に美味しくできるのでとってもおすすめです。そして具材は夏野菜をたっぷりと使いました。中でもオクラはソースにしっかり合わせることで粘りがつなぎとなります。パスタにしっかりと絡みます。相性のいいイカの刺身も加えて食べ応えもバッチリです。暑い日にひんやりと冷やしてぜひ皆さんも食べてみてください。それではお召し上がりください。いただきます。ちょっと冷たいワインとかでもよく合いそうなパスタですね。いいですね。お、イカもイカも野菜も、はい、
全部一緒に欲張りに入れたいと思います。イカ別の方がいいんですか？いや、もう一緒に食べた方が、うん、はい、ですよね、うん、結構大きな一口になりそうですけど。あー、おいしい。あー、ほんと冷製パスタなんですけど味がしっかりしてますね。あっさりさっぱりいただけるんですよね、うん、全部の野菜のバランスがいいです。はい、あ、やっぱりこのソース美味しいですね。はい、とっても手軽にできますので、ぜひ皆さんも試してみてください。さあ、来週はですね、スタミナをつけようお肉料理とサラダ、月曜日はアイデア料理の柿崎さんに豚肉の赤ワイン煮込みとシャキシャキ明太子サラダを教えていただきます。市浜さん、ありがとうございました。ありがとうございました。